はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。 A 列車で行こう、始まる観光計画、やってみましょう。さあ、シナリオ開始からもうすぐで3年が経とうとしています。で、そんな中でこちら観光名所がね、2つ新たに立ちました。まずはこちらタワー2でございますね。このタワー2がね、めちゃめちゃ儲かっています。で、もう一つがこちら西名場駅ですね。で、遊園地ができたんですけど、遊園地はね、そんなに儲かってないかなということで、さあ引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、現在ですね、こちら南古宮駅、ここ駅ビル改築終わったんで、じゃあここの路線も増築していきましょうか。じゃあまずは敷設で、まずはここはこうか。はい、で決定。はい、決定で、で今度はこっちだよな。で、こっちはいけないか。なのでここのポイントつなげよう。はい、で決定で、今度はそうやな、こうはいけんか。あ、でトンネルはできるけど、で決定で2億8000万で20億かかる。そんなんできるか。ね、まあここの敷設は却下。はい、なので、でこっちだな。なので一回こういって、こういかせるか。でこれでで3億、よし。まあこれならいいか。さあ、利益のためだ、仕方がない。で今度はじゃあ電車買っていきましょうか。ここはそうだな、まあ思い切って3両編成でいきましょうか。はい、2両でもいいかなって思うけどな。まあここは欲張っちゃう、どうしても。まあさっきまで置いた列車は、まあ儲かってるは儲かってるから、よし。でまずは配置で、じゃあこの辺りからオッケーで決定で、これで南町と東町の接続が完了で、運行計画で、でここもあ、くじくじでいいかな。はい、くじ、はい、でこれで、はい、で営業路線やっていきましょう。はい、でまっすぐまっすぐで、ここ曲がってで南町行って、でこっち戻ってきて、でこう行って、はい、でこう行って、でここをこうすれば、うん、よし、 OK、 一周できる。あとは電車が勝ち合わなければいい。さあやってみましょう。さあお願いします。さあ行きましょう。で止まった。さあどうでしょう。はい、助成金6800万円で19億9400万円、4億2000万円、で3億700万円。いいね。やった、めっちゃもらえた。もう助成金だけで鉄道経営を成り立たせてる男。さあ、でどうかな。まあ大丈夫そうだけどね、パッと見。よし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 。あー、でそういえばこっちのレジャー施設、じゃあレジャー牧場か。あー、儲かってるじゃん、マジか。やった。やったね。で行政施策関係なしに、そろそろ子会社も建てていかんといかんな。じゃあ新しく建築で、そうだな、とりあえずじゃあデパートとか建ててみましょうか。じゃあデパートはね、ここが、じゃあここと、はい、ここと、でじゃあこっち、はい、で建てていきます。でこれで5億か。で資材もたくさんあるから、まあすぐ建つでしょう。であとあとあと、そうね、あー、ドライブインもできたんだ。これはまた古風なドライブインね。で高層ビル1 55億か。だけどね、建設日数がねかかりすぎる。なのでまあこれはちょっと無視。んー、じゃあ中層ビル1かな。じゃあ1をこの辺に建てていきましょうか。はい、で決定。ちょっと行政施策外ではあるけど、じゃあこっち、でタイプはこう。はい、で決定で、今度はちょっと種類を変えて、中層ビル2にしよう。さあ、じゃあここに建てます。はい、で決定。はい、よし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 。さあこれでこのタワーに利益が出てくれるといいけどね。ちょっと稼働率を稼ぎたいな。っていうかタワーにでかいね。これ東京タワーだ、すげえ。
これは名所になるわ。さあ、なんか出てきました。あ、社長、ひなから聞きました。この子は大変ご迷惑をおかけしたようで、すいません。なんかやったかな。え、全然大丈夫だよ。社長さん、見捨てるなんてひどいよ。許してもらうのに10分もかかったんですよ。なんかあった。ひな、反省します。ご迷惑をおかけしました。何もやってないですね。大丈夫大丈夫、あやちゃん怒んないで。迷惑とは思ってない。ほどほどにしておこう。いや、迷惑じゃないって、何もやれてないです。え、ほんと？うわー、なんていい人だ。その顔をやめなさい。社長、あんまり甘やかさないでくださいね。この子すぐに調子に乗ってしまいますから。それはわかる。いやー、こんな簡単に許してくれるなんて、社長さんは心が広いですね。面白いし、社長さんだから将来性もあるし、これなら安心して任せられますね。いい人を見つけたよ、あやちんは。どういうこと？うん、みんなちょっとあっちでお話ししようね。なんかにこやかにしてるけどめっちゃ怖いよ。あっち？ひえ、腕がすごい力で引っ張ら、あ、ギャー、助けて、社長さん、社長さん。この子よう拉致られるな。大丈夫。さあ、で、こっちの建設中の子会社大丈夫でしょうか。うーん、ちょっと立てすぎたからね、資材が足りないかもしんないけど、どこだどこだ。で、この辺も建てたいな。じゃあこの辺も子会社建てていきましょうか。そうね、まあ無難に中層ビルあたり建てておきましょうか。はい、さあ、じゃあじゃあこっち、じゃあ行きましょう。で、ここはい、で決定で、ちょっと間開けて、でタイプをちょっと変えて、はい、さあこんな感じでいいかな。そやなー、あとなさあな、デパート、あ、高層ビルに。マジか。これは、あー、ほどほどのサイズだな。でもまた必要資材がかかる。さあ、行政資格出ました。確認していきましょう。で、古宮村、うん、商業系建物2つ以上。あー、いいね。さあ、これは期待できるよ。でも花の町はちょっときっついな。駅3つ以上と、あと地上道路建設3キロ以上か。柏木浜町と、名場町か。いやー、まあでも、まあいけるか。よし、これで手を打ちましょう。さあ、頑張りましょうか。さあ、行政施策もこなして、さあ、町も発展させるぞ。じゃあまずは行政施策受けたまわっていきましょう。まずはじゃあ柏木浜町、商業系建物で、名場町娯楽系建物で、次はこれが古宮村。さあ、ではどんどん建てていきましょうか。まずは古宮村いきましょう。商業系建物2つ以上、ちょうどよかった。さあ、なんとか乗客の、ね、乗り入れ数の底上げをしていきたいので、さあ、で商業系建物建てていきましょう。そやな、ここはじゃあ無難に、じゃあ中層ビル、2。さあ、で次はじゃあここここかな。よし、ここで建てていきます。はい、決定。で、もう一本はそやな、じゃあここ、はい、 OK。あ、で、なんかすごいの立ってる。これなんだっけ、なんか立ててたな。タワー1だ。私が立てたやつだ。じゃあ、娯楽施設立てていきましょうか。まあ、劇場だよな。さあ、鉄板の劇場立てていきましょうか。で、土地価格を免除してくれるから、まあ、駅近に、じゃあ、ドドンと、これ立てていきましょうか。はい。で、8億がかかるな。あとは、あー、あれがある、あれがある。うん、あれがある。これ。あ、で、体育館できるじゃん。マジか。体育館できる。うわ、でけー。じゃあ、そやなー。体育館。そやなー。この辺り立てていこうか。まあ、17億かかるか。待って待って。なんとか、子会社とかも壊さないで、建てれる場所。ここだな。じゃあ、ここに建てていきましょう。はい。待って待って。ごめん。
そうやな。ここの方がいいか。じゃあここに立てていきましょう。じゃあ立てます。はい、決定。で8置く。で今度はそうやな、陸上競技場なんかどんどんできるんだけど、陸上競技場、でかい立てれる場所ないわ。いやーまああるっちゃあるからここかーい。そやなー、この辺りかー。いやーここうーまあやるか。よしやりましょう。さあ立てます。さあできるのいつ。うわー、さあどうでしょう。はい。でこれで助成金5億。よし、オッケー。いやでも結構金使ったな。あと1本ぐらい。じゃあこう立てておきましょうか。はい、決定。さあこれでどうでしょうか。はい、さあどうかな。はい、さあどうです。はい、助成金支給決定。3億7千万。まあいいでしょう。向こうの陸上競技場めっちゃ気になるなできるのは3週間後か。そんなもんか。はいはい。でこれは電車からの眺めめっちゃ良さそうだな。さあ現在ですね、本線の方は3車両で走らせてるんですけど、もう1車両増やしましょうか。さあでは買っていきましょう。列車なー、もう今この2パターンしかないからな。できればもう1パターン増やしたいんだけど金がないので。そうね、じゃあここはまあ4両編成でいいか。よし、これでいい。で、1車両買います。はい。さあ現在残りが56億。だいぶ減ってきたね。じゃあ今度はこれを、はい、じゃあ置いていきます。でこれで配置で設定もうまくやりつつ、さあやっていきましょうか。よし。はい、おめでとうございます。子会社数50社を達成しました。オッケー、いいぞー。さあで売り上げの方はどうでしょう。そうか、中層ビル1が立ったんか。さあこれでますます売り上げは伸びるのでしょうけども、さあシナリオクリアまで間に合うかな。これか。でデパートも立ってるか。デパートは儲かってる。よしよし、いいぞいいぞ。さあ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 、で問題ないね。でタワー2の稼働率 70% が気になるな。まあこれでも十分儲かってるからね。これが 100% になったらね、どうなるか私もわからない。でめっちゃ待ってるバスも増やすか。でテレビコマーシャルを実施しました。視聴率が伸び悩んだ。なんだとなんだと軽井沢。でプランの方はそうやな。ここはですね、じゃあテレビコマーシャルまた打っていきましょう。さあなんとかブランド力は星5目指していきましょうか。で株価の方はどんな感じ。株価は大宮建設は儲かってるか。でも旅行館はちょっと微妙だな。で島国テクノロジーはめっちゃ伸びてる、よかった。で東西電力めっちゃ下がってるでマイマイガス、で永住不動産、スカイチ証券、でヤオマン銀行めっちゃ下がってるよやばい、見なきゃよかった。で現在行政施策の方で花の町に駅作れっていうのがあるから、まあ仕方ないから作るか。これねクリアしないとねちょっときつそうだからな。じゃあこれいきましょう。はい、駅を建設3つ以上。はい、でこれでまず作りましょうか。ちょっと気になってたのが、今バス走らせてるこの辺か。この辺ねもしかしたら儲かるかもしれんから、じゃあとりあえずじゃあ駅作ろうか。まずは新しく建築で、そうやな。じゃあ地上駅5、まあ、そんな大きい駅じゃなくていい。で土地代をめっちゃ浮かしてくれるって話だよね。じゃあこうか。じゃあここに建てます。はい、でホーム数は1個でいい。でホームの長さはまあ3マスでいい。はい、さあでこれで今度は路線を走らせる。さあつなげていきましょう。でこの辺のダイヤ設定もしっかりねやっていきましょうね。でこういって
こうか。この辺だったら安く済みそうだね。で、こうして。で、こう。で、こうかな。こうか。で、こっちにつなげる。はい、オッケー。よし。で、めっちゃ金かかる。土地代がすごい。いやー、まあやるしかない。やるしかない。私は決めた。で、次はそうだな。あとはじゃあ適当なとこに駅作ろうか。もう行政施策をもうクリアすることしか考えてない。で、待って、なんかできてる。ターミナル駅。なんかできたよ。路線の終端となる地上駅。あー、そんなんできる。あー、でも結構高いわ。なんかどんどんいろいろ出てくる。で、高架駅か。そんなんできた。で、地下鉄も作りたいよな。で、その他。その他でもいいかな。じゃあここ。これ大丈夫かな。一回やってみよう。じゃあこの辺り。はい、じゃあ立てて。はい、こう立てるよ。はい。どうかな。はい。さあ、これで行政施策はクリアできるでしょうか。お願いします。うわ、できてね。で、やっと動物園売れたか。まあとりあえず売れてよかった。で、ちょっとお金が入った。でもやっぱバスまだ満員なんだね。で、もうすぐ向こうの駅ができるから、さあそこが盛り上がってくれれば。さあどうかな。はい。で、これでできたはず。で、できたね。はい。で、見ていきましょう。さあどうかな。うん、あー、なんか小綺麗な駅になったね。で、今度はもう土地代が6億かかっちゃったからな。さあ、ではまず1日待ちまして、で、今度はこうして、で、進める。で、行き過ぎた。はい、こう。で、今度はじゃあ電車買います。電車買う。めっちゃ買うな。株主優待で安く買えるようにしとけばよかった。で、次はじゃあ2両編成。はい。で、これ買います。で、これをこっち、じゃあ置いていきまして、で、じゃあ走らせていきましょう。はい、じゃあお願いします。さあ、ダイヤ設定もしっかり。どうしても赤字路線になっちゃうよな、ここはな。しょうがないよな。さあ、とりあえずまあなんとか、まあ乗客数を稼いでもらえばいいかな。で、こっちの駅はね、利益出てるから、本当にちょっとだけ。で、今度はこっちの花のスタジアム前駅、利用客数増えてるね。めっちゃ増えてる。よしよし、いいぞいいぞ。オッケーオッケー。まあだったら全然いいや。まあだいたい1日1万ぐらい入ってるね。いいねいいね。で、あと駅を2つ追加しないといけないので、こっちのね、この駅はもう壊そう。しまった、変なとこに作ってもうた。で、とりあえずじゃあこっちに地上駅これ作って、で、なんとか土地代だけ稼ごう。はい。うわ、もったいねえ。で、こう。はい。で、どうかな。もうこれでいい。いや、駅作ってないっていうのバレたからな。オッケー、よし。で、助成金、支給決定。よかった。ふう。で、これ、そこで壊そう。はい、おめでとうございます。鉄道総延長90キロを達成しました。オッケー。駅作ったからかな。社長、路線の拡大とブランド力増強を目標にしてから1年が経過したのですが、残念ながら目標は達成できませんでした。そうか。あやちゃん、ごめんな、本当に。でも会社が一丸となって目標に向かったことで、以前よりもいい雰囲気になりましたね。そうかもね。その通り。それに気を落としてる暇はありません。最重要なのは株主と約束している条件です。大事なのはこれからですよ、二人とも。あー、軽井沢さん、めっちゃいいこと言う。そうですね、頑張っていきましょう。あー、この笑顔が見たかった。いやー、でもね、あやちゃんの提示したね、こうチャレンジがね、過酷すぎた。もうちょっとね、条件下げてほしかったな。さあ、で、待ち待った陸上競技場が立ちました。見に行きましょう。さあ、どんな感じ。すごい楽しみ。
さあできてますね、陸上競技場。あーでマイナスマジか、全然利益出てないんだ、マジかあんなに楽しみにしてた陸上競技場が。あーでもなんかすごいな、やっぱねこういう子会社をねめっちゃ細かく作ってるんですよこのゲームは。いやーすごい、だけど稼いでないのが非常に残念。じゃあ売却しましょうもう稼げない、物件はいらない。さあで、あとこっちの体育館もどうかな。体育館できるのは4月か、もうちょっと後だな。さあでテレビコマーシャル実施しました、視聴率が良かった、 OK、 大きな効果が得られましたと。いいね。さあこれで我が社のブランド力は星4個になりました。 OKOK、 よかった、やっとここまで超えた。あやちゃんお待たせ。もう、あーで季節はじゃあやるか。でもう一本コマーシャル打つか、ちょっと待とうか。もうすぐね税金の支払いとかもあるからちょっとここは待とう。さあ慎重にいくぞ。でなんとかこの経営力の地盤を固めてきてはいるんですけども、これどうだろうな、現在のシナリオの進捗は。いやー際どいな。これはねまあギリ間に合うかどうかだな。まあ来年度また運賃を値上げして、でそれでどうなるかだよね。うわーこう際どいな。さあ今日が締めでございますね。いやー3年目はねめっちゃじっくりやったかな。でもねかなりね経営地盤を強化できたから、それはね良かった。でこの花のスタジアム前駅、今ではね1万2000人1日利用してくれてるからめっちゃ儲かってる。さあこっからが勝負ですよ。さあ行きましょう。はい飛ばしていきます。さあで締め、さあ五色さんお願いします。あー笑ってくれてる、ありがとう。今年は、黒字決算だったね、よかった。あぶねーやっとあの人の笑顔見れた。で黒字決算3連続達成です。オッケー。だが浮かれてはいられない、シナリオクリアがそこまで待ってる。で期限まであと1年の条件が残っています。もう時間がありません。大丈夫ですか。大丈夫じゃありませんすいません。で現在でああもうあれだよね、リセットされてるか。まあだけど駅の年間利用客数300万人以上、もうすぐ達成できそうだね。オッケーオッケー、じゃあ引き続き頑張っていきましょうか。はい、それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよならー。